尖閣と台湾の地政学的関係、3番台湾の歴史、ここでちょっとほってりと、作り屋さんが伺います。で、まず TPP の企画です。まずですね、前の総理大臣の野良がもし TPP をやらせたらこうなってたと思います。これ、小林さん、わかんないです。これね、フランスのカーン大学というのを実験したんですけど、遺伝子組み換えのトウモロコシを食べさせたネズミちゃんはこうなった。野田にやらしたら GMO 遺伝子組み換え食品の表示がなくなるところだったんですね。野田にやらせたら、なんでそんな国を売るような真似をしたのか。当然これは売国度でとんでもないんだけども、これ真ん中がオスで両側がメスです。これ乳がんで、これ膀胱がんで、中に肝臓がん。これひどい話よね。今ね、東京都でね、臭素酸カリウム禁止条例作ろうって噂動きがあります。食パンのあれも危ないって言われてるから。で、さて、こうなっちゃうとこだったっていうことを一つ念頭に置いておかないといい。じゃあ次、まずこれね、異論あるんですよ、かもしれないけど、最初の2012年段階で売国度国賊野田が進めようとした TPP イヤリーイコール米韓 FTA と、実際に自公政権が進める妥協し妥結になった西川公約基準の TPP って実はかなり違うんですね。で、まあ、私はちょっとクリアなく申し訳ないけど、松田学さんはこっちに近かったんで、なんでそんなことまでしたのかっていうことをちょっとお話しました。実はね、まず重要5項目タリフラインって言ったら大体 WTO の基準で9000項目があるんですけど、実は韓国は28品目で、当時オバマは日本にタリフラインで24以下にしろって言ってきた。だから米の主要部分以外は全部撤廃しろ。で、日本は結局重要5項目についても412項目残りました。これ正直言ってね、例えばどうでもいいのもあるんですよ。重要5項目の中にも、例えば麦でもライ麦ね、ライ麦作ってないから日本は、あるいは牛肉でも圧倒的に足りないパートがあります。どこがご存知ですか？聞いてみましょう。これ実は牛タン、牛タンは圧倒的に足りないんです。でもネギシオーストラリアに買いましたよね。なぜか知ってます？今ね、スーパーで大関とかあるじゃないですか。女性に聞いてみよう。最近ね、オーストラリア産ビーフの値段が上がってきて、アメリカンズに一緒になったでしょ。すいません、私料理全然しないんで。あ、買い物行かないの？ええ、料理しないから。すいません、じゃあ買い物に行く人、行く人いない？こんなの、うん、行きません。ほんでね、今どうなってるかっていうと、ほぼ同額になったけど、オーストラリア産の先売れるんです。なんでかって言ったら、餌も遺伝子組み換えじゃないから。で、ニュージーランドも全く安全なわけですね。まずそれが一つポイントね。で、TPP の僕もよくこう反対運動の決起大会でいろいろことやったけど、関税よりも健康のが大事なんですよ。で、例えば脱退とか破棄した場合、米韓 FTA はペナルティがあったんだけど、 TPP は実は6ヶ月で自動的になったり、あるいは問題の ISD 条項ですけど、これは増田学さん勉強足りない悪いけど、あのね、提訴先が米韓 FTA はアメリカが支配しているイクシードしか行けないけど、実はイクシード、ユンシトラム、LCIA、米州領土、国際機関ならどこでもいい。だから日本は勝つ可能性があるんですね。次、公開性。米韓 FTA では密室に申請でした。でも、TPP ではマスコミ非公開ではなく、フルオープン。資料も全部フルオープン。ニコニコ動画も海賊テレビも OK。さらに上訴でき、次、提訴期間も無制限にして42ヶ月以内。一番大きいのはここ、既存の法令に対する提訴は米韓 FTA はできるけど TPP はできない。国内裁判との併用は韓国これだけができるんだけど TPP できない。ということは最高裁の決定が覆されることはない。これね、次、これが重要な国の主権を損なうような ISD 条項は合意しないんですね。それからここ、内外無差別な法令、間接被害、逸失利益、
法令改正命令なども TPP はできないんです。ここが大きいポイントです。これは松田学さんの書いた TPP 広告論で全く落ちてる。ここはだからあんな騒ぎになったんですよ。つまりね、米韓 FTA ができてから施行されてから、韓国が前のイムンバクの前の前からエコカー減税をやろうとした。そしたら ISD 自殺化されて6時間で撤廃したって経緯が、日本の場合どうなるかって言ったら、外国の方でね、やっぱあの時もあのフローマンさんとか来てわーわー騒いだんだけど、この時の、エコカー減税の時に日本どういったか、いやアメリカでもどうぞ基準見なしたらどうぞ OK です、フォルクスワーゲンとかみんな取ってますよっていうふうに思ってる、ね、で実は内外無差別だったら提訴できないって情報を入れてある。次、提訴会社が、負けた場合については裁判費用、弁護士費用の負担も、これ一緒です。次、条約の解釈権について米韓 FTA ではこの仲裁法廷にあったんだけど、この解釈権が TPP コミッティの方に行っている。ここがポイントね。条約の解釈について密室で判断できない。この解釈は TPP コミッティが持って、このコミッティは12カ国平等だからアメリカより上。このだいぶ私も提案して通しました。この辺は次、敗訴国、州政府が従わない場合は強制的に条約で来るんだけど、実はこれは二国間パネルになって TPP、 これ韓国しかできないから無限にごねれる、ね、実質骨抜きに成功してる、これ大きいのね。で次、で重要項目とは、米、大麦、小麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味料作物、砂糖、澱粉、添加物など。これ、注意してほしいんですけど、なんか大事なものが抜けてるって気がつきました。鶏肉が入ってないでしょ。なぜ入ってないか分かりますか、先生。実は鶏は競争力がめちゃくちゃあるんです。伊勢農園とか300万羽とかやってる、十分競争できるから全然怖くない。だから、食鳥協会全然怖がってない。こういう違いで、さらに特に山梨県とか茨城県とかは餌が遺伝子組み換えではないものとガンガンやりだしましたからね。これも5年ぐらい前でやってたらほとんどだから、僕はあの大体年4回あの今回文部政務官になった宮川紀子先生のところであの山梨県の食品安全を考える会議で、今度9月から次にやるんですけど、最初ねみんなこんな言ってなかった。でもね、遺伝子組み換えの餌を使ってないところをやった方がいいですねって言ったら、うちやってますとか言うのも言うようになってきましたからね。でね、実は今日ちょっと来られる予定だった石川さんっていう女性が、マークを商標登録で取りましたね。そういうのはもうやっぱり、あとちょっとお金入れると思います。だから、まあだいぶ変わってきた。で、アメリカを知ってます。来年の8月1日から、全部の州で遺伝子組み換えの表示が義務化されます。いいことですね。これヨーロッパはどうか知ってます。ヨーロッパはイギリスとオランダ以外は禁止なんですよ。イギリスでもイングランド以外は禁止なんですよ。なぜでしょうか。これはね、簡単なんですよ。要するにカトリックとかギリシャ正教は禁止なの。ルーテルも禁止なの。で、私が偽キリスト教と定義しているイギリス国教会だけはやれやれなんですよ。すいませんね、僕ね、もうアングリカンチャーチ大嫌いで、私自分の嫁さんとの結婚の時もイエロー宗教はって言われて、イスラムとイギリス国教会以外という条件にして、イギリス国教会の学校には子供を生かさないという条件にして、うん、で私の嫌いなあの山川の世界史教科書ではそこを一番持ち上げてるんですよ。とんでもない変更教科書なんで、私はあの安倍さんがね、東京書籍を非難するより山川を非難しようと思うんですね。はい、で次こちらです。野田基準の TPP では自動車の輸入目標って入っちゃったんですね。数値目標6万9千台買わなかったら罰金、日本は10万台買いって言われてるんですね。で、宗像直子という売国官僚がこれやろうとしたんですね。10万台で、ひどい、10万台買わなかったらセーフガード、アメリカがセーフガード、日本がセーフガードっていうのは自分の国にいっぱい入ってきたからセーフガード、これはこれは冷凍輸入があったそうじゃない。日本が買わなかったらアメリカセーフガードって変なことを提案した。とんでもない売国官僚ですね。だから出世したんだよ。え？なこと出世しました。あれどうやって出世させたか知ってる、うん、首相補佐官に引き抜いて現場から剥がした。あれね、そうしなきゃやばいね。
そうせんと村方直子せんとそうって言われたら困るから最初の間端っこの方に作る。野田政権ではなんと枝野の横にいたんだけど、それが端っこの隅っこの方に追いやった上で全部引き継ぎ終わってから実は男女雇用グラントか担当の方に引き抜いたの。あれは出世という形だったら抵抗できないからあれで黙らせたで、次排ガスの購買金7万5千台の新車について米国企業の適用。おい、あの排ガス茶色いのだったら臭いのでもあれ OK にしろと、これは日本は拒否しました。あるいは年間7万5千台の安全基準はアメリカ基準を適用、エコカーゲン、これ全然違う。でも野田はこっちだった。ほんととんでもないね。国民介護権、米韓 FTA では破壊されましたけど日本は維持されました。薬価基準もアメリカの干渉してできなくなりました。混合診療はこれはいいこともあるんであるんだけど全面介護に対してゆっくりやれるようになりました。この辺だいぶ違う。だから食品安全については米国基準は通るとか GMO 通る、韓国一切できないですよ。でも日本は自国基準維持でしょ。それどころかアメリカが変わったんだよ。私ね、ちょっと知人でね、ブラジルの遺伝子組み換えトウモロコシをメインで扱ってる会社っていうのがあるんですけど、韓国に押し付けるしかないらしいですよ、アメリカで売れなくなったでね、これちょっと言いにくいけど中国、知ってます？中国ってね、この間私来てからの後なんだけど遺伝子組み換えが突然禁止になったんです。2015年の1月1日からすごいですね。中国で遺伝子組み換えね作ったらどうなるか、死刑、死刑、死刑、うん、でなんで死刑になったかって言ったらね、華中農業大学っていう、まあ、日本で言ったら地方大学ですが、そこの全寮制の農学部の学生に学食で5年間遺伝子組み換えのライス食べさせたんです。今度は白血病が3倍になったっていうデータが得られた。だから作ったら死刑。中国らしいね、見事なる人体実験すごい。で、またでもそのデータ欲しいって絶対いますよね本当に731分だみたいな話怖いね。またあとね、中国人でね、習近平っていうのは実は中国共産党の中で久々の漢族政権なんですよ。これ知ってます？毛沢東でも大体古族でしょ。だから私の家内の先祖が実は満鉄車両だけど、愛新覚羅溥儀がね実は謎の行動を取ったんですよ。日本が負けた後法廷に行って捕まったんですよ。その辺とどうも毛沢東と交渉しようとしたっていう形跡があるんですよね。だから漢族じゃないから、お互いに漢族じゃないから手を組もうとしたらソ連軍に捕まっちゃったってなっておかしいですよ。だって大日誌って言って朝鮮国境とも来てたから、そのまま朝鮮半島を下がれば米軍とかソ連軍が朝鮮半島に入った9月9日だからね、十分逃げれたわけですよ。どこでも逃げれたわけですよ。それはあんなことしたのはそれじゃないかって言われて、で愛新覚羅溥儀がまあまあそんなことあったんだけども、これ見てるんだね。で実は中国の遺伝子組み換えトウモロコシはなんと万里の長城の北側だけで植えていたと。すごいと思いません？やっぱり寒いからやっぱり収穫量が違うっていうのはあるんだけど、やっぱりね漢族のところで作らせてないんですよ。だ上海とか行ったら遺伝子組み換え出てないって言ったから、ね、ですごい。この間私何回か上海行きましたけど、オーストラリア産の牛肉は米国産の 2.5 倍の値段ですけどね。やっぱりね餌が遺伝子組み換えではないっていうのすっごい大きい。でニュージーランドは実はフォンテナがあのボツリヌス菌事件があったんですごく弱っちゃったんだけど、もう今日本では牛肉はもうオーストラリアのブランドができちゃったから、あのマトンで勝負してますよね。あ、羊だから、あの辺を見ててもやっぱり餌も遺伝子組み換えではないっていうのはよく世界のスタンダードになった。でこれがね大きいのはやっぱりバティカンとかコンスタンティノープル総主教庁がダメといえばやっぱりダメなんですよね。だからあの山川の教科書は間違ってるけど、ロシアの皇帝はツァーリーって言うんですね。ツァーリーってもともとセザー、もともとの語源はカエサルですね。ローマ帝国の時代、小野寺さん、はい、カエサルってどういう意味ですか？330年以降キリスト教化されたローマ帝国において皇帝はバシレオスでした、うん、カエサルは何ですか？カエサルは
いや皇帝じゃないんです。海軍。違います。副皇帝。ん？あるいは皇太子。ああ。つまりそういうことね。ロシアの皇帝で自分のことを副皇帝って名乗ってたんですね。だから今でもロシア正教って基本的にはコンスタンティノープル総主教庁の下にある。そこでどんなことがあろうと、ここで遺伝子組み換えは聖書に反すると出てしまえばべきなんですよ。だから例えばね、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリアあたりでね、遺伝子組み換え作物を栽培したら死刑にはならないけど高木沙耶と同じことになるわけね。あ、違う、高木沙耶を使ったのか、あれか、加瀬大衆か。でも栽培したのも俺だ。あ、そこは死刑には遺伝子組み換えを栽培しただけで捕まるんだ。いわゆるあの麻薬植えたのと同じことになる。これがね、全然考え方が違う。で、日本ではあまり知られてないけど、ドイツ、オーストリア、イタリア、教会が調整権持ってますよね、今でも。そうですね。小野寺さん。はい。教会が調整権持ってますね。調整権って何？調整権、税金。ああ、はい。そうですね。教会税ってあるんですね。だから、日本では考えられないぐらい政教一致なんですね。つまり、所得税に10分の1上乗せして、強制的に献金取れるんですね。これ中世の10分の1では生きてるんですね。あるいは EU 加盟国の中に国境、国の教えっていうのを持ってる国いくつかありますよね。代わりだけはフィンランドですか。フィンランドは選択的国境といって、ルーテル派かオーソドックス、ギリシャ正教かどっちかを信じるってなんですね。これ珍しい。あるいはカルマン派が国境である国はノルウェーとスウェーデン。だから結構日本人が思ってるヨーロッパとはかなり違うんです。あるいはギリシャみたいにギリシャ正教が他の上位国と定義しているケースもあったりするし、あるいは聖書の、ギリシャ語が第二言語であるとか、詳しくは私の著書にもその辺のことが書いてあるので、ぜひ見てみて。じゃあ戻ります。薬価基準を加えて、それから、土地の私業、つまり弁護士とか医師免許の相互承認も米韓 FTA はありますが TPP はありません。著作権はね、日本70年に延長したんだけど、まあ、これはいいや、予測日本が50年がおかしいから。で次で、ここで大事なのは戦時加算っていって不平等条約があって、アメリカプラス10年なんだよね。50年といってもプラス10年なんですよね、戦勝国は。でこれが消滅するっていうのに入っ、この辺に入ってるんですね。だから実質プラス10年なんですよ、ディズニーとかのやつは。でここ野田は韓国に何を約束したかというと、10兆円を100年間あげますと。イ・ミョンバクの回顧録に書いてある。安倍政権は10億円を1回。私の長男に例え話をした。隣のおじちゃんがね、1億円くれるって言ってたらね、100円玉1個になった。つまり100万分の1に値切ったわけですね、安倍晋三は。そら怒るわな、 TBS は。期待してたと思うよ、 TBS とかサンデーモーニングの人たちとか、泉放送政策から見れば、安倍晋三は韓国のもらえるお金を100万分の1にした。ね、ピョンチャンオリンピックで韓国版の高速鉄道ね、3.3 兆円かかります。ね、IOC 国際オリンピック委員会にこのお金どうしますかって聞かれたら、なんて言ってます？日本が出す。そんなことです。でもイミョンバクってあいつあるでしょ、もともと大阪の鶴橋で築山明宏って日本人なんですよ。ね、とんでもねえやん、国籍人。日本人。日本国籍持ってるって持ってたんでしょ。築山君。なんで、当時日本の日韓併合で日本人ですよ。当時。国籍も日本ですよ。築山君ですかね。築山明宏。まあ、とんでもねえ。まあ、こういう状況だったわけですよ。じゃあ次。だから、ね、めちゃくちゃな不平等条約でとんでもなかったわけですよ、モダンの TPP。 それからこれを押し付けてみたらこんなことしてる、ね、とんでもないね。好きにやってくれ、好きにやってくれ。けどこれは問題ですよ。LGBT に心のトイレを使わせろって言って、男でも僕女やからって女子トイレ入らせろってこれとんでもないやつですね。僕これ TPP の対策委員会に実はね、バラク・オバマのね、バラク・オバマじゃないと、フルネームで呼べっていろんな議員に言いました。バラク・フセイン・オバマ、バラク・フ
フセイン・オバマと。このフセインが重要なんですね。これだけでババオバマの発言の差があるんですね。こいつイスラム教徒じゃない。だからイスラム教徒、調べてみました。なんとオスマン家の当主がかなり金出してるよね、ジョージ・ソロスだけじゃなくて。はい、じゃあ次のページ。オバマってとんでもねえね。さっきの口やりましょうか。あのこれ高市早苗がぼやぼやしてる間に NHK がおかしなことしてる。はい、森友学園ね。あそこ実はね、大阪の人分かると思うけど、空港の滑走路の延長上のあるところで、もう騒音もうるさいし、もともと池で買い手のつかない土地だったんですよ。まあそれがいろんな事情があってああいうことをやって、まあ籠池さん自身がね、見積もり書3つも作る詐欺みたいな人だけど、それを持ち上げた、これ何ですか、これやっと報道されました。これやばいね、これ初対面の女性をベッドに押し倒す。まあホテルの部屋に行くのもおかしいって人もいるし、まあ呼ぶのもおかしいし、普通ロビーで話すらいいんだからね。これ何なのって話を、これね、これ損害賠償認められましたね。とんでもないね、これ。でもこれに近いこと葛飾やったんだろ。でも葛飾報道されない。葛飾読んだろね、おかしい。次、これ皆さん読みました？読まないですよ。まあ、あのアマゾンで1円で売ってますけど、いかがですか。これあれですよね、サンデーモーニングの、いわゆる美人席じゃなくて、このこっちの方コメンテーター席のところに座ってましたね、江川翔子さんの前あたり。知ってる？大谷英子さんっているでしょ。ああ、大谷統一の？違う違う、それ やねんって、大谷英子さん、あのこれサンデーモーニングで加藤さんのことを聞きたいですねって言った人、きっちり下ろされてた、次の週から。覚えてます？あ、東京新聞の医者か。いやいや、それは望月磯子。そうじゃなくて、これ大谷動画じゃないです。サンデーモーニングの向かって左側にいた、ほら岸井とかの横に座ってるの大谷総一の娘じゃない。あ、そうだそうだ、そうだそうだ、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 きっちり。あ、それ見てないから。もうやっぱり加藤さんの話も聞きたいって言ったらピシッと下ろされてます。はぁ、休みじゃなくて。いや、それは都合悪いから。一発あるんですよ、予想通り。で、その時に実は殿本さんもここにあの席に並んでた人なんですけど、なかなかこれすごいなと思いましたね、この。で、実はですね、加山里香さん、立教大学教授。すごいね、これ。とんでもねえなって思ったら、オバマを選んでいた。ん？オバマ。指輪ね。これ。ああ、まあつまりこんなやつがアメリカの大統領だったってことですよ。つまりね、同盟国に刃を向けるような詐欺師みたいなやつを8年間も大統領やってたから、とんでもない条約が飛んできてた。で、江戸時代幕末の安政5カ国条約みたいな、ね、ボロボロになるような条約をなんで桜井よし子は進めたのか、松田学は進めたのか、それはなんでなのか。で、これは実は TPP の運動家でいろんな人間が問い詰めたんですよ。お前ら保守のくせにこんな国を滅ぼすような、もうはっきり言って人間に例えれば両目失明両手両足切断ぐらいのことですよ。単なる貿易協定ではないものをなんでこの岸田オバマが押し付けてきたのになんで飲むのかと。朝日新聞が押すならわかる、でもなんで桜井よし子お前が押すんだと、ね、私も実は金美玲と怒鳴り合いしました、舞台の上と下で。ね、谷垣さんが出れなくなった、自民党の総裁選に石原さんが裏切ったからって僕言いました。何言ってんだお前、谷垣は野田に騙されたスパイじゃねえかって言ったら、何言ってんだったとか言って、 TPP 班長じゃないかって言ったら、何でもいいから入っちゃいなさいって言ってました。なんでそうなったのか、いろいろ調べてきました。では次のページ。このね、ちょっとここはちょっと疑義があるかもしれない、ちょっと今日はこれちょっと今出しにします。この桜井よし子さんは、これ身につかないな、どっちかちょっと後で教えてくれ。つぶな。桜井よし子さん、松田学さん使って保守層の一部にして、中身何でもいいから TPP 無条件承認にしてる。これね、よく聞くとね、議論してたら時間かかるからなって言うんですよ。分かる？急ぐんだって。私実は最近引っ越したんだけど、前の大家さんが桜井よし子さんのファンだ、中国大嫌いだった。で、大体出てくるんだけど、急ぐんだと。国が滅びるかもしれないと。二言目に言うのは桜井。尖閣を取られたら国滅ぶばっかり言ってました。
本当？次金ビレこいつね TPP 中身なんか何でもいいから入っちゃいなさい。村田蓮子立証公正会計これみんなですよ。だから神奈川県の自民党だけがやたらと TPP 無条件承認でした。一番すごかったのは川口より小泉親子でさえ河野親子でさえ賛成した西川決議に唯一反対したのは川口より子さんです。川口より子さんはロシアとの交渉をむちゃくちゃにした人ですね。川口より子、川口より子さんが何でか、そしてなんと小沢批判の急先鋒だった若狭勝がやっぱり野田政権樹立に動いてるんですよ。なんでですか。桜井よし子の妄言1 TPP は中国包囲網である、これは嘘でした。これはね、クリアさん申し訳ない、アメリカの文書も書いてある。 TPP は中国入れるって書いてます。これね、次 TPP に入らないと日本が孤立する、本当なんですか。どうかクリアさんに聞いて、台湾人が親日派って本当なの。ちょっとクリアさんに聞こう。じゃ次のページ、ありがたいことに今回の盛りかけ問題で竹中が追放になりました。事実上、つまり利害関係者は議決に入れない。やっとできた。いいことですね。で次のページ。この辺もちょっと後で読んでみます。はい、次。さて、今のことをもとに、これが今台湾をめぐる問題です。この台湾の護政攻撃がある中で、中国の船がこのぐるぐるした、遼寧がこの辺一周したっていう。でもあれですよね、遼寧しょぼいね。カタパルトないんだもんね。カタパルトとかあるぞ、あの自動発射機でジャーって蒸気でやるよね。あれがないよね。ああ、でも今確かに台湾人に聞くとかなり震え上がってるらしくて、やっぱりね、遼寧がこう一周してるってのはすごい怖かったらしいです。で、尖閣諸島はここです。で、沖縄本島はここね。で、皆さん間違えてほしくないのは、中国が尖閣を取るのは太平洋に出るためだって言ってる人がいます。嘘です。ここ、沖縄本島から宮古島の間300キロ離れ、だからここは通れないです。で、実はここにレールガンとか長距離砲を日本でこっち側にあったの、こっちなかった、宮古島になかったのを配備しました。そしたらちゃんとカバーできるんだね。なんでかっていうと200キロしか飛ばないからめっちゃできる。これでやっと自衛隊のこれができたのね。そしたらまた尾中さんとかやたら反対するわけですよ。そしたらこう、これで今軍事的バランスから言った時に、今現実台北ここでしょ、この状態。じゃ次1ページ。もし尖閣に中国の旗が立つとね、確かに台北が三方から囲まれるんです。そうすると台北の上空の制空権は中国になるんです。だから尖閣取られると本当に困るのは日本じゃなくて台湾なんです。この問題は備えておく。そして桜井よし子さんは何度隠したって野田政権の太鼓持ちでした。金美玲さんとか台湾派の人たちがみんな野田を褒めてます。一見反中国に見える、違ったけどね、まあ親韓国なんだけど、これ何なの、なんでここまでやるの。で、実は結構 TPP 反対の人、まあ吉子さんか、結構あのいろいろ Facebook やってる人もいて、右寄りの人間で、なんでそんなにやるの。左寄りの人が国を滅ぼすためにやってる、あるいは韓国派の人が米韓 FTA でオバマの罠にはまったから一緒に日本巻き込んだ路線ある。でもなんで愛国保守の人間が TPP でこんなに暴走したのか、こんな幸福実現党のあれと同じレベルじゃねえかってぐらいに極端な反中国だけで、なんでそこまでやったのかと思う。背景にこれがある。で次のページです。この人よく聞いてると、そう二言目には中国だけが悪いと。最近私許せないのは、またエルトゥール号事件の話も、また新トルコでしょ、でまた新ウイグルでしょ。私は日本のためにはトルコをむしろ抑えた方が日本のためになると思う。こういうのがなんで出てくるのか。この人、あの広島で何回あの原爆の日にやって偉いことになったんだけども、なんでここまで反中国だけで暴走するの、この人は。見ていきましょう。はい、じゃあ次。で、まあこれはちょっと後で教えてもらうんですけど、これ、これ分かりますね。これこの本に惑わされた人いっぱいいるんですよ。でもなんでここまで急ぐ必要があったんですか。そんな重要な条約ならオープンにして、10年計画、20年、100年計画でできないことがね、こんなのね、一種の EU みたいなもんだから、それをゆっくりやればいいのに、なんで急いだんですか。やっぱりね、前影響のせいなんですよね。
馬英九がやっぱり中国に飲み込まれてしまう政策をしてたから、やっぱりね、白状したんだ。やっぱりね、台湾派なんですよ。TPP 無条件承認だった人はね。はい、で、次。だから、そういうね、確かにね、台湾がピンチだったことは事実。で、確かそうですね、前影響ひどかったですよね。そうでもない。そうでもない。結果はね。難しい。あ、じゃあちょっと、じゃあ、次。うん、で、それからこれ、緊急の話です。これ、取り上げてもらえるようになりました。実は、海上保安庁と海上自衛隊の地方軍って方面軍の管轄領域が矛盾していることが分かりました。これは今度の通常国会で臨時国会で問題になること、これ分かりますよ。ただ津軽海峡ね、海上保安庁はなんと第一管区と第二管区に分かれてるんですね。ところが海上自衛隊の青森県は北海道扱いなんですね。だから両側を同じ指揮系統に見れるでしょ。これ海上保安庁のめちゃくちゃなんで、沖縄とかはちゃんとできてるんだけど、これも宮崎と大分がこの辺に入り組みがあるんですね。で、次のページ、これ調べてみました。こっちが海上保安庁のあのところね。で、これがヘリを搭載することのできる巡視船ね。これと海上自衛隊がどういう関係になってるかって結構入り組んでるでしょ。海上自衛隊が5つの管区で海上保安庁11だったら、自衛隊1つに対して3つとか2つなら分かるけど、 N 対 N になっちゃってるんですよ。これ非常に危ないんで、すぐ直してくれっていうことを今要請しています。それからいい話ですが、今三菱重工がこれを開発中ですよ。ローター4つのオスプレイ、ほんならこれで墜落事故なくなりますね。それとこれ海上保安庁が買ってくれるそうです。知ってます？ F35B 垂直離着陸可能なものがやっとできました。あのユーロファイターみたいなしかなかった技術なんですけど、しかもこの、海上巡視船ですね、これあの甲板耐熱加工してあるんで、これ使えます。これぜひやるべきですね。あの今ちょうど海上保安庁の飛行機が尖閣の上空を常時飛んでられるところに進みましたので、ほぼ実効支配を回復しつつあります。若いね、前のね防衛大臣がやっぱりちょっとあかん人やってないで、海上保安庁は相当頑張ってた。であの3号なんかもあれでしょ、密漁船だ、やっと船を没収できるように変わったから、あんまり中国来なくなったね。でも中国だけで台湾も来てるしね、結構3号の密漁についてはね。その辺もちょっといろいろちゃんと報道してもらわなあかんなと思います。じゃあ次、いやいよいよこうね、中華民国のチリで、中華民国っていうのは実はこんなに強かったんですね。で、中国大陸、香港、マカオ、外蒙古、それから清朝がロシア帝国に割譲した領土、こんなんです、アミル国。それからインドの一部でこんなんあるんですか、あのカシミールの近く。それからミャンマーの北部、ブータン王国と、こんなにあったんですって。清朝、これが昔の清朝の国旗で、これがこのあの滅亡寸前でこれに変わったで、モンゴルなんですけど、なんとですね、今台湾政府はモンゴルとは外交関係がないんです。誰かっていうと、台湾の大義名分として建前上は清朝の領土を全部引き継いだという建前があって、したがってモンゴルは独立国ではない、非常に徹底してるわけですね。では次の、中華民国が領有を主張している領域っていうのはね、こんなの、もともとこれ五族共和から来てるんですけど、これですね、五聖公、あの聖天白日ってこういうふうになってます。すごいね、実際にはこの辺しか知らない。これ全部やった。で、日本ではあまり知られてないんですが、この点々があるように、実は台湾島以外にも中国の福建省とか、一部ちょっとだけ領土があるんです。で、すごいね。この緑のところが今実行支配しているところで、建前上主張しているのはこれだけ。で、もうちょっとこれはご存知ですか。あのラストエンペラーで出てきたんですけど。愛新株で1912年2月の進出優待条件により、北京の資金所の一部のが、この資金所のこの一部だけになったって話ですね。で、これご存知ですか？北海、中海、南海って言いますね。ここは今公開されてますけど、中海と南海は中南海。どっかで聞いたことありますね。今実は中国共産党の幹部はここに住んでる。いや、この辺もね、中国共産党が漢族の政権じゃないっていうのがよくわかる。
で、実は12年間、1912年の2月の辛亥革命直後の進出優待条件から1924年の11月までの間、12年間、溥儀さんはこの中だけで、皇帝として過ごしていました。で、この間に結婚したんですよね。はい、で、次。じゃあ中華民国が実効支配するところはどんだけあるかっていうと、今の、まあ、旧台湾省、これが旧日本統治領域だっていうのは栗原さんがこれからお話しいただきます。それからベトナムから日本になったのは南沙諸島です。ベトナム領だったが日本が占領した後南沙、それから元広東省で東沙諸島ってです、うん、それから台湾の澎湖諸島っていうのはこれはもうすぐ近くわけですね。で、台湾独立派の民進党を主張しているのはこれが台湾だと。で、これは違うと。だからあと中華民国の福建省があって、これが金馬地区と呼ばれるところで、金門島の金門県、これ何ていうんですか、ホタ県っていうんですかね、あと連行県、こういういくつかの島があって、これはね、中国大陸のすぐ横にこんな島があるんですね。これが現在実効支配しているそうであります。で、金門県というのは清の始まりの帝政公と明の維新ですけど、これが、阪神福民の抵抗の拠点です。これはあの、近松門左衛門の人形劇の国戦屋合戦という形で出ているので、国戦屋合戦のモデルになりました。はい、で次、これが台湾の地図であります。現在中国 の中華民国実施者の台湾島がベトナムから日本に行った東沙諸島、南沙諸島、そして、この県省のこの辺のちっちゃな島ですね。これが今、中華民国が実効支配しているところであります。で、ここが台北市の、この周りを取り囲んでいるのがこれ新台北市ですか、ね、そういうのがあります。で、次。で、中国、ここにね、シーレーンがあるんですけど、ここに実は中、飛び地みたいなのがあるんですね。はい、ここは中華民国の領土であって、もともと台湾省で雷雨です、はい、さて、中国の外交関係ですが、現在中華民国を国家承認している22カ国、その大半オセアニアとか中南米の国ですが、なぜかバティカンが承認しています。これ不思議だと。で、現在日本の場合は、公益財団法人交流会協会という事実上の外国に調べてみました。これね、栗原さん、意外なことなんですけど、1972年に日本が台湾と国交断絶になってから8年間、なんと韓国の東京の大使館が代理してたことがあるそうです。で、蓮舫 のパスポートの更新というのはそれで韓国の大使館だったそうです。これは分かります。これは強者が聞きました、この話。なるほど、交流強化ができたのはこれは8年後だったそうです。で、ところがやっぱりアメリカはうまいですね。日本に遅れること7年、中華人民共和国を承認する前に台湾関係法というのを作って、ここでしかもこう3ヶ月訴求して台湾を行かせるという形です。アメリカも賢いんですね。日本はちょっとこの辺に埋まっちゃってるんですね。はい、次行きましょう。さて、中華民国の政治体制は、ここは一院制の国でなんかこういうふうになってるんですが、非常に大統領権限が強い大総統ですね。これ非常に強い、韓国と同じ制度になります。次です。で、ここもいろんな公使院とか監査院とかあるんですけど、実質的にはやっぱりで89年までは蒋介石の影響で一党独裁体制でありまして、蒋介石 その息子が1回目このまま大統領になった後、その後民選になって1回目は自分で選ばれたんですけど、その後、国民党が選挙に負けてっていう時代でありました。はい、次。で、ここはちょっと栗原さんの専門と思います。台湾の住民って外省人と本省人に分かれます。で、外省人というのは漢族が多いので中国大陸から来た人で、本省人の中にも漢族と原住民の高砂族のような人があります。ここであったんですね。で、その次、で、これはまあ蓮舫さんの二重国籍が確定したアハハって話なんですけど、その次、これ蓮舫さんってよく分かんないんですけど、一回これでね、やっぱりネットで騒ぎになったら新春快楽って公開なんですね。これ書いちゃったんで、見てみ、中華人民共和国だって言われたんですけど、こうなんだよね、中国語だったら楽の字は。だからやっぱりちょっとそこも無理もあるんかなって
気もします。だから中国イコール中華 共産党とまで行くのはちょっと無理があるんじゃないかなという気もしますが、でもなんか長男は中国留学してるんですよね。なんかよくわかりません。はい、次。さて台湾島の歴史です。台湾島の歴史っていうのはもともとね、モンゴルの元の時代は台湾はね、知らん顔してたんです。ジャングルで当てにならん。それが、明の時代になっても揚遊してなくて、やっとポルトガルが発見しました。次いきます。で、オランダの東インド会社が明統治下の宝庫諸島を占領しまして、オランダ東インド会社が宝庫諸島を取って、スペイン人が北部に入植しましたって言って、で、東インド会社が、これ江戸時代初期ですな、東インド会社がスペイン人を台湾から追い出しました。で、あと帝政公が、このオランダ人を追い出して、37年のオランダ人を追い出して、その帝政公で明の維新が台湾を拠地に、本拠地にしました。じゃ次のページ、それで明の維新で反清含みをかけて南明という王朝を起こして、清朝への反抗を繰り返したけど1661年鎮圧されて潰れました。で、大陸での反清含みの拠点を失った帝政公の軍勢、これ最初ね、だからさっき言った今の島になってとある福建省の小さな島、金門島とかマソ島とかですね、そういうところで大陸反攻ってやってたんですよ。で、それがダメになったので台湾に移りました。で、こうなんです。で、今でもですね、台湾っていうのは実は帝政校って非常に人気がある人で、成功大学っていうのがあったりするぐらいですが、すごく尊敬されてる人ではあります。その先今度、これが、清朝が台湾を制圧してこの帝氏政権を滅ぼしてしまいました。で、当初は台湾と領土領有する収穫的であったけど、軍事上の観点から編入して台湾に一府三県を置きました。この時に、台南とか高雄とかこういうのが名前が登場します。ただし、あんまり清朝はこれ、けがいの地といって、置いておきましょう、あんまり統治する気なかったようですが、後々にだんだん入植者が出まして、19世紀ぐらいになって産業が発達してきて、福建省から分離して台湾省を設置したのが85年。もうこれもうすぐ日清戦争ですね。はい、日本はもう明治になってます。で、日清戦争下関条約で台湾および宝庫諸島の日本の、割譲となりましたが、第2次三国干渉を期待して台湾民主国、三国干渉というのはね、両島半島を取ったんだけど、ロシア、フランス、ドイツが干渉して変えさせられたって話あったじゃないですか。で、それでなんと両島半島の先っぽのところをロシアが借りちゃったから、この野郎ってことになって、それが後々 そのロシアに対する日露戦争の機運が高まってくる気になるんですが、もう一回期待して台湾民主国っていうのをね、作ってね、まだ粘ったっていうのがあります。で、これが、台湾自立による活動阻止策みたいなことを動いたこともあったんですね。で、この頃、はい、次のページ。で、そうは言うものの、国レベルでは下関条約が締結されまして、清朝から大日本帝国に割譲されまして台湾省がなくなりました。で、そこから、50年間台湾大日本帝国の外地として台湾総統府の、統治下に置かれました。で、初期の時代はちょうどね、大隈重信あたりがいたんですが、この時代っていうのはね、もうね、アヘンがすごかったの。これ香港とか、マカオあたりもそうだけど、アヘン戦争も中国南部ってプワーッフワーッ状況だったんで、アヘン追放時代ですね。で、その後、投資をしていって、結構この辺の時代に結構発達したんです。ちょうど韓国の問題ですね。その後、公民化運動っていうか、戦争激化の中で大西洋山海の運動なんかもあった時代であります。はい、その先に行きます。で、その後、占領期、つまり日本が戦争負けた時にサンフランシスコ講和条約に来ないんです。で、日本の内地はそのまま残しましょう。本州4島ですね。本州、中国、四国、本州、四国、九州、北海道を残しましょうというのは内地。で、台湾、宝庫諸島、西沙諸島、南から移してしまう。これは問題なんですね。つまり、この台湾のこの辺り、それからこの南沙諸島の辺り、およびこの南から移してしまうに関しては、実はね、国際法上地位も決まってないんです。放棄したけど、どこにあげたとは書いてない。これが後々の問題になっています。で、朝鮮半島は独立っていうことになりました。で、関東州と南満州及び付属地は中国になります。で、南洋諸島は旧ドイツ植民地の国際連盟の委任統治領ですが、この辺ですが、よりガラルガラのところがありますけど、この辺のところに関しては、国連が直接統治しますって形で日本の戦後処理が終わりました。はい、次です。さて、台湾について戻ります。太平洋戦争
終結、9月2日に降伏文書調印。従って法的にはここが戦争状態の終結です。で、汪兆銘政権はこの時崩壊しました。日本の傀儡政権ですな。そして2000年でここです。中国戦区の台湾省の降伏式典が10月にこれで旧日本領として連合軍の占領下に入りました。ここなんですね。やっと報道されるようになってきたけど、228事件といって蒋介石が台湾人の原住民大虐殺したのがこの228事件です。で中華民国憲法この段階ではまだ南京の人なんですよ。49年じゃないから、まだ蒋介石が大陸で頑張ってた頃です。そして、49年の10月1日、蒋介石が負けちゃいまして、中華人民共和国成立、そして南京の国民党政権は重慶から台湾と台北に臨時首都を置くんです。だから今でも建前上台北は臨時首都であります。そして、12月7日、蒋介石は一旦崩壊して南京国民政府を台湾に置いて再開、つまりこの汪兆銘政権が倒れた後俺らがやって話になったということですね。はい、次で、朝鮮戦争を勃発しました。でその朝鮮戦争のここからの3年間のこの期間の間にサンフランシスコ国講和条約が結ばれました。で日本はこうですね、台湾の権利権限を請求権を保持しないことを宣言しました。でも帰属先は決まっていない。ここがポイントなんでしょう。で次、サンフランシスコ平和条約が発効したのが、翌年の4月28日、昭和27年ですね。そしてその同日、日華平和条約というものが調印されて、日本は台湾の権利権限請求権保持しないを宣言する中で、やっぱりどこに帰属するかは明確になってないというもの、いわゆる北方領土と同じ扱いになっています。で、あと金門県で、中華人、これ嫌やね、これどうしてマスコミってさ、中国軍である解放軍って言うんだろうね、これおかしいね、これ。いつも思うね。で、823本線か。はい、次。で、1971年10月に、国際連合において中国の代表権が変更となって、ここで日華平和条約云々間で日本の、国交断絶になって、この後、しばらく8年間は台湾人のパスポートの書き換え等とは韓国の、駐日大使館や領事館が代行してたというのは新たに分かりました。で、94月に蒋介石が死んだ後、蒋介石が後を継いで総統になりました。この段階でまだ一党独裁です。そしてその間アメリカの方は7年後ですね、国連のこのここよりも遅れて7年後、これだから、カーター政権の末期ですな。この時に、中国の大陸の方と国交樹立しました。で、中華民国と国交断絶したように見えるんだけれども、台湾関係法で別の法律を作って、ここの1月1日に遡って適用、だから外交関係に近いものを維持しました。で、87年台湾でやっと戒厳令がなくなりまして、やっと、この台湾が民主化の道を歩むのにここまでかかってますね。でもマスコミは台湾と韓国に都合の悪いかと報道しない。はい、で、蒋介石で、ここでやっと李登輝が出てきます。で、李登輝が総統に就任した後、直接選挙の総統選挙がありました。で、民進党の陳水扁が選出され、初めて野党が政権交代しました。で、ここで出てきたのが台湾独立論ってやつですね。で、ここにね、金馬地区、金門島とか馬祖島とか、その中国大陸の島にしたら含みませんとなっています。で、2008年になって、この馬英九っていう問題のやつが国民党が選出されて、国民党に戻るけど中国への接近という方法でなってきたっていう。で、この焦りの中で桜井義孝の暴走が起きているんですね。で、次、じゃあ次、台湾地位未定論。これあるように、台湾と澎湖諸島を海洋宣言では中華民国に返還すると書かれています。ポツダム宣言については、この海洋宣言の条項を離島するということは宣言ではなるんだけど、これ別に連合国の取り決めであって、日本も関係ないですね。調印してないから関係ないと主張もないです。で、ポツダム宣言ならに海洋宣言に中国に返還されたという感がある一方で、海洋宣言を各国署名がない単なる声明書に日本も参加で、こんなことは有効でないっていろんな議論もあってます。その中で注目すべきことは、1950年トルーマン大統領が台湾の防衛を拒否して国境内戦に介入しないという、こんなとんでもない証言をしてしまったんで、この直後に朝鮮戦争が起きてるんです。じゃあその次で、サンフランシスコ平和条約はこうですね。ここに書いてあるように、台湾と澎湖諸島帰属先不明に独立にもならない。その後の日韓平和条約についてもやっぱ書いてないんですよ。で、こ
ここで重要なのは、旧日本領でない金も金馬地区とか東沙諸島は含まれていない。なんか複雑なことになってきました。次いきます。1954年、アメリカとこれ勝って台湾相互防衛条約を締結して、ここにね書いてます、ね、中華民国について台湾並びに澎湖諸島を言う、はい、でもなんか知らんけどここもよくわかる。それから次に池田勇人氏、これね栗原さんびっくりなんだけど、池田勇人氏は台湾を法律的には中華民国のものではないと、こんなこと言ってるんですよ。とか中華民国ってなんか島だけですかって話になってる。で、中華民国台湾の領土の所有権は未確定であることを池田勇人首相が言ってます。で、日中平和友好条約、これはあの中国大陸の方でもこの中でも台湾の主権って何にも書いてないんですよ。で、その台湾関係法っていうのをこう見てると、やっぱりねアメリカにはこんな法律あるんですね。はい、で次ということで、ちょっとここで止めましょうか。はい、でそれでいよいよ栗原さんの出番なんですけど、そもそもちょっと戻してもらってさ、ちょっとだいたい止めましょう。前のページそのうちここに止めましょう。そもそもね、ちょっと栗原さんご登壇いただいて、そもそもどうなんですかこの台湾という国は。あのね、今の話ね、それとあんまでいいか。うん、いや、どうぞ。うん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 。一体どうなっちゃってるのって話。今、田口さんが話してくれたのはね、一般的によく言われてる話なんだけども、実際に台湾でここ10年ぐらいの間に起こってる話は、全く違う話なんです。うん、法律関係ね。で、実は、今年の3月30日アメリカ・ワシントン DC の連邦高裁で判決が出ました。どういう裁判の判決かというと、台湾昭和21年に、蒋介石が蒋介石が台湾人は、日本人ではなく中華民国人である、国籍を変えろと、国籍強制変更というとてもないことをやったんですよ。それで、その命令を取り消せという裁判を起こしました、うん、そしてこれ連邦地裁にやったんですよ最初、うん、だ地裁がね、これ国際問題だから、ね、ちょっと地裁では手に余るというので高裁に回されたんです。それで回されてた裁判で、結論としてはね、だからその取り消せっていうのは連邦高裁としては外国政府、要は国内をアメリカ国内の問題を裁く裁判所だから外国政府に命令はできないんです。しかしね、台湾の潜在主権はね日本にあるとこ言ったんです。これ海洋宣言否定でしたよ。で、台湾人に国籍を与えることは日本だけだとこう言ってるの。これ実はその前に2003年から6年にかけて、2006年から2009年にかけて、第一次対米訴訟というのを実は台湾民政府が起こしています。台湾民政府ってまあどういうのかという簡単に言いますと、台湾を独立したいという話が昔から台湾人にあって、独立って要するにね、シナ人に支配されてきたんですよ。商売やろうとすると台湾人が許可もらいに行っても許可下りない、シナ人にしか下りない、全てシナ人が優先なんですよ。こういう差別社会があったもんで、その問題がすごいんです。228人が12万殺されました。12万というのは600万のうちの12万だから50人に1人です。これ反乱を起こしたわけですよ。そういうそういう怨念がすごくあるんですよ。それが独立したい今言われてる。ちょっと待って。いや、だもうちょっとね、全部時間の関係と中途半端になっちゃうと誤解になるんで、要はね、そういう蒋介石の時代に、終戦の時から以降蒋介石に入ってきたんだって、ね、蒋介石一派がそういう台湾を支配したために怨念がずっとあった。ところがそれに対して、台湾は独立したいというのはシナから独立したいという意味なんですよ。台湾人の
で台湾人ってこの言葉がことかなりごまかしで使われてて、もともとの台湾人と蒋介石以降入ってきた支那人と、これは台湾人は2つに分けて全然別だと考えてるわけです。彼ら支那人も理解してるんですよ。ところがね、あのだんだん中国に反抗、要するに亡命政府ですから、台北のこれはあのチャイニーズ・タイペイっていうのはチャイニーズ・ガバメント・オン・タイペイなんですよ。こういう意味なんですよ。だからリパブリック・オブ・チャイナっていうの国は認められてませんから、国連から。だから国籍欄には書けないんですよ。 でチャイニーズ・タイペイで、この、あのチャイニーズ・タイペイからあのじゃなくて、台湾の人たちがあの本当に望んでたのは独立ですから、まあ、チナ人から分離したいということだ。ところがその流れがね、最近になって中国もう無理だと、中国に反抗するのは。それで自分たちは台湾人だとこう言い出してたんですよ。蓮舫みたいなのあれシナ人ですよ。だから日本じゃ分かんないからみんな台湾人と思ってる。それで台湾あのそのもともとの台湾人の中の独立志向の人たちが集まっていろいろ運動してて、李登輝っていうのはね、もともとの台湾人です。ただ国民党の中華民国体制の中で出世した人なんです。で蒋介石、せがれの蒋介石までは政権をあのシナ人が握ったんですが、アメリカが3代目はダメだよってダメ出しだったんですよ。理由は聞いたけど、台湾の実権握ってるのはアメリカなんですよ本当は。蔡英文が総統就任演説するのも米軍のチェック受けてます。そういうそれを一見独立国に見せてるけど、そういう関係です。正式に法的地位は日本の領土で 米国の占領地というのが法的地位なんですよ。アメリカ一貫して主張してるんです。でこのその裁判で明言されてるわけです。潜在主権は日本にある、権利権限請求権Right to land claim と、ソブリニティって言ってないんですよ。でサンフランシスコ条約では一条では日本の国土と領海に対領水ね、Japan and its territory water に対するソブリニティを認めるとこうなってるんですよ。で台湾に対しては Right to land claim を放棄したなってる。使い分けたんですちゃんとサンフランシスコ条約。ついでに言うとサンフランシスコ条約ってこと、これも言葉のごまかしでね、正式に英語ではあの The Treaty of Peace with Japan なんですよ、うん、占領地の日本列島に住む住民と連合軍が結んだ条約なんですよ。連合軍の主語がないんですよ。 The Treaty of Peace with Japan なんですよ。日本と連合国との平和条約、講和条約じゃないんですよ。そういう条約なんです。でそういう台湾はやっぱりその米国の占領地の一部で、日本列島が52年の日本との平和条約でもって空を除いて 国土と領水の占領を解かれたけども、68年は小笠原、72年は沖縄と、やはり領土と海の占領を解かれて、本土と一体になった。台湾だけは蒋介石に代理占領を任した。まあ言ってみれば台湾って団地の管理人さんとして雇われたわけです。居候だけど、居候でついでに役もらったんですよ。それが正式な地位なんです。でそれを米国は終始一貫して主張してる、こうしてるんですね。で蒋介石は台湾は自分の領土で、中華民国の領土で、だからお前たちはみんな日本人じゃなくて中国人だって、やった国籍強制変更したけども、あの米軍は違うぞって3回警告してやってるんだ。英国もそうだって、米英でしてるけど無視したんですよ。もうなんでそうなったかって、やっぱ東西冷戦があったんでしょうね、背景に。そういう流れの中でね、ずっと来ちゃったんですよ。でみんな曖昧のまんまに来ちゃった。でも米国はワンチャイナポリシーって、ね、
一つの中国論、これは絶対譲らないんです。トランプはどうでもいいって言ったけど、あれすぐ訂正したのは、あの 国防総省、国務省から違うぞって多分後ろで言われたんですよ。で、あのワンチャイナポリスで今も言う、中国を統治するのは一つの政府しかない、そしてそれは中華人民共和国で、台湾は日本の領土で米国の占領地だよという、こういう主張です。それで、あの林さんたちが、あの李登輝のところで勉強してた人たちが、あのこれ研究してたらね、台湾人がアメリカに行くと国籍欄に時々リパブリック・オブ・チャイナとか中華民国って書くと、あの逮捕されちゃう、裸にされて、もう徹底的に調べられる。これで時々は、ね、何て書けばいいのか、チャイニーズ・タイペイなんですよ。一体どういうわけだと。これはもっと、あのアメリカはね、台湾をちょうどプエルトリコみたいにアメリカの領土として認める、こういう裁判を2006年に起こしたんです。で2009年までやりました。そしたら台湾はあの米国の領土ではないと。で、あの台湾には政府がないんだと。で、台湾人は無国籍人で、政治連合にいるって、こういう本裁判の判決が出たんです、中連邦地裁で。それでね、高裁か。それで、じゃあね、もういいと。で、法的地位は結局、台湾あの裁判やって分かったのは、これは大日本帝国の、日本じゃないですよ、大日本帝国の領土で、米国が占領中と。主戦時はそうだったんですか。だから、であればね、じゃあその国籍強制変更した名蒋介石の命令、昭和21年、10月12日だったかな、これを取り消せという裁判を起こそうとしたんですよ、2009年に。だから、ちょうど大統領選挙が、オバマの弟が来てね、ちょっと待ってくれと、自分が大統領、あの兄貴が大統領になったらそれやるからって言って、大統領になったらほったらかしなんですよ。それで東シナ海ガス田っていうのはレーダー基地なんですね。あれレーダー基地、それどうぞどうぞ作ってくださいってオバマやったんですよ。で、南西諸島はあれ潜水艦基地ですよ、核飛ばせる。で、それもどうぞどうぞ、防空識別圏や設定してもどうぞどうぞ、国防総省簡単に起こってるって話なんですけども、それで結局オバマが辞めて、そしたら辞める少し前に、去年ですか、で受理されたんですね、提訴をね。初めてできたんですよ、去年の何か忘れちゃった。だけど今帰ってきたんだけど、たくさんあるからまあいいけど、要はそういう流れがあるんですよ。それで、あとはその台湾民政府っていうのが、台湾人の政府を作る。中華民国政府はあくまでも中国から流れてきた蒋介石一派の作った集団で、ここは代理占領だから、台湾って言ってみれば台湾っていう団地の、その何て言うの、管理人さんに過ぎないんで、もう結構だと。万永久の時代に中国と合併しようなんていう話になってきたから、じゃあもう国境内戦終わったんだから、米国が保護する理由ないから帰れと、中国に帰れってこういうわけです。それで台湾人は台湾人の政府を、行政府を米国の占領下で作る。ちょうど琉球民政府と同じですよね、施政権返還前の。そういうことを目指して国防総省が準備してるんですよ。それで2年前ぐらいから大軍がもう駐留しちゃいました、台湾に。全然報道してないけど、大軍ですよ。で、2万坪の敷地に巨大、ビル作って、そこが作戦本部で、東アジア の, 米軍の本部にするというか、もうなっちゃってるんじゃないかと思いますけど、そういう状況です。だから中国が遼寧なんか攻め寄ったって無理ですよ。大軍がもういるんですから。そういう状況になってます。それで、今ですね、その連邦高裁で、やはりまたこう判断がなので、要するに連邦高裁もね、この外国政府にあたり命令、さっき言ったように国籍強制変更の命令は出せないけれど、潜在主権は日本にあり、
台湾人に国籍を付与できるのは日本だけだと、天皇だと、こういうんですよ。立憲君主国だから、大日本帝国は。これ消滅してないって言うんですよ。っていうのが残ったことで、日本は占領を受けたけども、ない。国体が残った。ドイツはヒトラーの政府が亡くなったために、ドイツを支配する 国家っていうのはないから。ないんですよ。あれ国じゃないんですって。単なる占領地なんです。憲法、いやこれ誰に教わったかって言ったらリチャード・ベルナーさん。2年前に会った時にね、その第一ホテルで、その時にベルナーさんが、ドイツって国ないんですよ、知ってますか？いや、知りません。いや、ないんですよ。で、憲法ってのは憲法ないんですよ。あれ憲法じゃないんですよ。基本法なんですよ。ベルナーさんに言われたら、でも、ちょっと慶応大学にいようなって言った時に、この国際法の先生がちょうど居合わせてくれたんで、確認したら間違いない。ドイツの憲法は憲法じゃない。基本法。実は日本国憲法も憲法じゃないんですよ。占領下の。なんでか。憲法改正したと言うけれど、あくまでも日本列島限定なんですよ。だから台湾も日本、南から人も日本だ。千島列島全島も日本だ。だったじゃん。今もそうなんですよ。そこの議員は来てないんですよ。日本列島の中だけの人が来たんですよ。で、サンフランシスコ条約って、これもまたインチキな言葉で、これはさっき言いましたか、The Treaty of Peace with Japan。 これはここでは日本の領土というのは、日本の4つの島と、その周辺の我らの定めたところが日本だとこう言ってるでしょ。これは大日本帝国じゃないんですよ。だから日本、あくまでも大日本帝国の中の日本列島部分の人たち のところに及ぶ 政府というのがこの日本国政府なんですよ。だから占領下の基本法で日本列国はまだ占領下にあるんですよ。それはアメリカが言い出したんですよ、堂々と。明らかに私は多分アメリカ早く日本独立してくれって言いたいんだと思います。お金の問題で。それでそういうことを言い出してますからね。で日本国憲法っていうのは、だから大日本帝国は、じゃあ憲法は何か、これは凍結中なんだ、廃止されてない。で、私は台湾に2年前に民政府から呼ばれて行った時に、部屋中、あっちこっちの大きい2万5000坪の敷地にヘリポートまでバカでかいと本部なんですよ。そこに部屋、あっちこっちたくさんの部屋があってね、皇居の写真とオバマの写真が2つ並べて、ずっとどこにあっちこっちの部屋に置いてある。この意味はね、天皇陛下の領土で米国の占領地っていうのが台湾の法的地位だって、これを象徴する写真なんだと米軍から言われて貼ってあるんだって言ってました。米国がそれを明確に言ってるんですね。で、3月、ちょっと話飛んじゃうけど、あちこち言っちゃうけど、3月の、今年の3月出た判決では、台湾っていうのは、国籍変更できないけども、潜在意識は日本にある、これは、解放宣言の否定なんですね。そして、さっき言ったように、天皇陛下の、日本だけが、国籍を与えることができる、国連も国籍を与えることはできないと明言しています。そういうことが、で今現実に何が起きているかと言いますとね、今度9月に国連総会、台湾人政府招待されています。行くんですよ。だから全然報道してない。で、私そこに吉田さんとね、この前5月に行ったんですよね、ワシントンに。すごい。それ現地用扱いですか？どういう意味なんだ？現地用で、だからもう身分証明書発行してます。で、国連の本部に入るときには台湾人政府の身分証明書なら入れるんですよ。ところが中華民国政府の身分証明書は国連に入れないんです。建物に普通に行かないだろうけども、見学しようと思う。なぜだったら中華民国リパブリック・オブ・チャイナっていう国はないと、もう国連では認めてくれない。ジュネーブの国際機関にしても、国連機関にしても
入管するときは台湾民政府はこの身分証明書でなきゃダメなの。あとはだからいつ行政権を中華民国政府集団を解任して、台湾民政府に移すか、これタイミングを見てるんです。で台湾高雄州、南西諸島は全然台湾高雄州なんです。それから西沙諸島はやっぱり台湾に所属してる、だ日本列島の。それからあと、南カナフと千島列島全島、これも主権は日本にあるんです。さっき言った法法規って書いてあったでしょ、権利権限および追求権、主権って書いてないんです。放棄したのは主権を放棄してないんです。これロシアの勝手に自国の領土に入れちゃったから、これは反条約違反なんです。で、それ条約あったってそんなのロシアが言うことを聞くか聞かないかって聞くわけないんだけど、聞くことなくても日本はこれそれがはっきりすれば非難はできますね。非常に外交上重要なカードになると思います。それからいろんな日本が泥棒したと、あの海洋宣言でね、中国の不可分の領土を日本が泥棒したんだ、自分が取り戻したんだってやってたことが話ひっくり返りますから、これが国際的にこの考え、あの主張が認められると、これは外交カードとしてはものすごいでしょうね。全部話ひっくり返ってきます。憲法もだからさっき言ったように、憲あれは本物の憲法じゃなくて占領下の基本法なんだと。で、52年に、51年、1951年に、サンフランシスコ条約、いわゆる日本との平和条約が結ばれたときに、同時に安保条約が結ばれたんですよ。同時ですよ。そして翌年、52年の9月8日でしたっけ、発行するのが、署名した後が発行したのが翌年ですね、52年。4月28日。それが発行した、それも同時に発行した。つまりですね、占領下で、あくまでも占領下で、ただ一応日本列島の民政府が承認されたけども、米軍が駐留するために、その口実、理由がなければならないから、そのまんま安保条約もという形でやったというふうに推測できるんですよ。で、そういう条約なんです。だから編入条約でね、で米軍だけが助けられる。だからトランプがとんでもない、なんで米軍だけやってんだってんで、集団的自衛権慌てて2年前ですか成立させたのは、ちょうどいいタイミングにガムにこのミサイル北朝鮮飛ばすって言ってるけど、実はいいタイミングで何がいいこと言ってるのか、裏で多分通じてんじゃないかと思うんだけど。いや、そういう思わざるを得ないほどいいタイミングで言ったら、もし本当に通じてくれてるんだったらね、アントニオによって憲法改正させて、それで結局ね、集団的自衛権っていうのは日本に個別的自衛権があるっていうのはつながりの判決で生きてるんですね。憲法解釈の 最終的な決断する判断するところは最高裁だっていうのは憲法が81条で決まってますから、その最高裁で自衛隊について合憲か違憲かっていう時はという判断は砂川判決しかないんですよ。それで砂川判決では日本には自衛権があると、自衛権があると言ったけども、それ以上言ってない。その根拠は国連憲章から、国連憲章では自衛集団的自衛権と個別的自衛権とがあるんだ、国家の危機存亡に対しては。だからそれをもとにしであるならば、八田川判決で自衛権があると言ってるのは個別的だけじゃなくて集団的にもあるんだという判断で平和安全法がたくさん成立したわけです。だからもしガムに攻撃されたアメリカ領の、日本自衛隊も行きますよ、で韓国は行きませんと国会で安倍総理何度も言ってますね。うん、いや、どうして行かないんだ、どうして行かないんだっていう、なんていうか変な質問してましたけど、本川っていう民進党の議員がね、に行かないって言ってるんですよ、安倍総理。だから関係ないと。だから、アメリカは、米軍は日本を守ってくれる、同盟国が。同盟国がやられたとき、個別的自衛権だったら行かれないけども、集団的自衛権もあるんだというんであれば、ガムやられるっていうのは、じゃあ日本は行くよっていう
意思を言えるわけなんですよ。とちょうどこのいいタイミングでね、北朝鮮がこう打ち込めるよとこうやりだしたんですよ。そういう条約が安保条約なんですよ。で集団的に今その流れとしてね、そういう流れになって、でアメリカは台湾に関してはいつだからチェンジするか、蔡英文から変えるかということなんです。で陳水扁のことをさっき言ってたけども、陳水扁はね、台湾政策聞いたらね、なんで彼逮捕されたかっていうと、彼は独立を唱えてたと。でも民進党っていうのはあくまでも中華民国政府体制の中の民進党なんですよ。だからそうするとね、中国からの独立って意味なんですよね。中国と台湾省の独立、中国から独立と、これは絶対米軍は許さないと言ってるわけ。でそもそも違うんだと、日本と。それからあと国連憲章でもこれ領土分割できませんから、これで国連憲章にも反してるからできないんですよ。で陳水扁、よく陳水扁だけじゃなくて民進党の人たち、みんな支持者たちも含めてよく分かってなかったから独立独立って言っちゃったんです。でもこれね、もし法律独立っていうことを認めると何が起きるかって言いますとね、中国の台湾省でしょ、中国の台湾省がということは国内の一部から独立運動が起こって、あと戦争ですよ、独立。そうするとその時に人民解放軍は制圧に乗り出してくるんですよ。制圧に乗り出してきた時に国内問題であるから、米軍も日本も米国も日本も国連も何も手を出せません、何も言えません、国内問題ですから。最悪の結果なんで、これだけ絶対許さないってことで隠し口座スイスの CIA がリークして彼は逮捕された。で結局陳水扁はもう独立はダメなのって何度も何度も言い続けたって言うんですよ。そのままもうみんなから独立独立っていうことを期待されたけどもね、法的にできないんです。国連憲章で国家の分裂はもう認められないことになりましたから、法的にも事実的にもできないことが台湾独立なんです。で今そういう状況の中で、だから台湾民政府が登場すると、まず日本語復活、そして日本文化の復活で、なるべく民政府の省庁を作ってあるんですけどね、政権交代いつでもそういうできるように、それは日本の省庁とぴったり名前を同じに合わせてあるんだそうです。それでしばらくは、日本語話せたってみんな今まで中国語話してるんで、すぐにはできないから、すぐ一体考えないし、米国も話すつもりはないらしい。しばらく主権返還前の沖縄状態を続けるつもりでいる、というようなところで今来てるんですよ。あとは9月に国連総会に呼ばれてますから、これは大変なことだと思います。どういう地位なんですかね。だからその実際よく見たケースで言うとね、丸崎師団とかね、まあ、近いのかなとかするんですね扱いですか。ね、あくまでも法律でこう、丸崎氏なんて、今昔の十字軍以来のね、あれですけど、国連の議席持ってるんですよ。国連の議席に関して持ってなくはないんですよね。イラクも実は政府がないんですよね。戦意の政府がなくなって国体がなくなっちゃったんですよ。でいろんな自分たちが後を引き継ぐって言った団体が5つがあって、なんか特定の団体が指名されて、そこ占領占領した占領軍から、それでその団体が民選挙やったりなんかして一応政府になってるんですよ。でもあくまでも占領下の行政機関なんですよ。でも国連に入ってますよね。おそらくね、今この流れで上空を見てみると、北朝鮮は多分ロシアの占領下でね、南朝鮮はねアメリカの占領下ですよ。だから何も言えないんです。中国が北朝鮮に何言っても何も影響力を発揮、最終的に発揮できない。ドテルテ大統領はアメリカに対してオバマにお前の袋は何売春婦じゃないかってクソったり野郎なんつって追い返した。あれ独立国からできるんでしょうね。韓国がサード入る、あんなに
今の時点では やりたくないでしょうけど、拒否できないっていうのはやっぱり独立国じゃないんだろうと思いますよ。南朝鮮と北朝鮮は。そういうふうに見えてくるんですよ。で、日本国憲法も、あの野田和也さんはもう戻せって言ってるんだけど、戻すっていうのはあの要するに占領が解かれると自動的に戻るんですよ。占領が解かれれば。だからそういうことになってます。はい。まあそれで私も言いたいことがじゃあ途中でね、あのちゃっちゃ入れられちゃうとね、中途半端になっちゃってね、嫌だったんですけど。まあもし質問でもあれば。どういいか。まあね、よ三分ぐらい片付けましょうね。皆さんなんか質問あると今日一日まあ今回実はこの企画にあたってね、多分まあ栗原さん。なんかの発想からするとやっぱり憲法改正というのはやっぱりこう今の家権では不満だろうという意見がかなりあるだろうと思って、まあ、まああえてまあ最後にこの時間を作ったわけですけど、皆さんどうですか。栗原さんに質問なんですけど、はいはい、その栗原さんの言うところ の、はい、その台湾やその南から島の法的地位というのは、はい、返還前の、はい、沖縄や奄美諸島や小笠原と何か相違点とかありますか。ないです。日本じゃないんですよ。大日本帝国の領土で、それで占領中と。ただ占領中なんだけど、ソ連ロシアは自国の領土に踏み入れちゃってるんで国際法違反をしてると。だからここでやっぱり平和条約を結ぶべきじゃないでしょうねという話。多分ね、アメリカがやらせないんだと思いますよ、多分平和ロシアとの平和条約は。そっちへ行く、いやだから結局今日この会をわざと作ってのあえて言うと、この憲法改正参議院の状況を握ってるのは実はどんだけ造反が出るかって。それはどちらかというと右寄りの人から造反が出るので、今栗原さんがどうかって一つの、まあ、そのためのことが来てるんですね。大体どの程度造反が出るのかって言った時に、やっぱりそもそも論としてやっぱりそのこういうごまかしではなくて元へ戻らなきゃいけないっていう人がどれぐらい強いかです、元に行けないっていうよりも元に戻すと、あの正常な状態に戻すと大日本帝国憲法が言ったのか、それはそのまま今また改善しないでいいとかっていう話とはまた違いますけども、一旦戻してそれが改正手続きでしょうね。改正後はどうなんですか。いや、分かんないです。それは皆さんで議論。だ今の日本憲法も悪い憲法じゃないんですよね。一部の除くと。皇室典範とか9条とかあるけれど、99条とか。問題あるけど、ね、それはもう今の憲法もそのまま使ってもいいんですよ。ダメだって言ってないんだから。ただ手続きとダメだって言って、それで今の憲法そのまま使えばいいんだから、そういう手続きをやってくださいってだけの話だ、俺はね。ただ緊急の問題としてね、あの中国の侵略ですよ。ただ中国と名前出せる名指し合えば、中国が敵視してるって彼ら言うでしょうね。そうすると逆に侵略、逆に堂々とやってくるんでしょうから、話できないんですよね、中国と。まあ、今日ね、まあ、お話ししてよくこれ分かったのは、国民投票とか、まあ、そうは言うもののね、まあ、栗原さんのような方は多分少数なんですよ。で多分今その国会の中でこの論法を持つ可能性があった西田昌司さんあたりも総理を引っ込めてしまうということですね。で実際国民投票があったら反対しますか、賛成します、賛成します。だからとりあえず自衛隊を認めないとしょうがないですよ。あ、その日本国憲法の改正であってもとりあえず賛成する、その栗原さんが虚構の憲法、虚構もないのに、あの現実に効力を発揮してるんだから、ただ本来の形に戻すべきだ、べき論ね、あるべき論では大日本を戻すべき、独立国になるんだろう、あの占領を解くために、占領を解く、日本の空上空はいまだにあの占領下ですから、あの、アライアンスパワーズレコグナイズジャパニーピープル、オールソブリニティか、ツージャパン、ちょっと忘れちゃったけど、日本との平和条約で、日本、ジャパンピープルが、日本とそのジ
ジャパン&イーツテリトリーボーターの、古い植民地を持ってると書いてあるんですね。調べてみたんですけど、その当時領空という概念があまり成立しなかった。そういう言い方もするんだけど、現実に今米軍が握ってますから。いやいや、そんなことないです。東京も上げば違うけど、いや、かなり解放されてるけれども、基本的にはそれで、だって米軍が、ね、あの管轄を持ってる領域が神奈川県から群馬県にかけてあるんですよ。横田基地とか横田上空ね、あの区域、これ今回ちょっと区域一部に穴が開くんですよ。だから今これ羽田からこう西向けて飛び立ったらブワーッて上がっていくでしょ。最終的にはね、まだ完全に戦場解かれてないんですよ。横田がね、できないからそうなってるだけで、横田が日本のものになれば、横田から、まあ、幹部はそうだって言うけども、あの大統領とかそういうのは、それは内部とかなんとか、やっぱ米軍なんかみんなだから、あのパスポートなんか、あのビザの関係なしに横田基地が出入りしてるわけですよ。それは完全にまだ戦場が解かれてないんで、でもそういうことを明らかにするようなことを米軍はそのまま言ってるんですよ、だいぶ前から。ということは、早く日本自立してくれって言いたいんだろうと。先生、質問ですけども、はい、サンフランシスコ条約は、はい、大日本帝国と契約し、あの、や、あれしたんですか、条約を結んだんですか、それともか日本、新しい日本との条約なんですか。あの段階はどっちだ。いや、あの段階は僕はね、私の考えは新しい日本だと。なぜかっていうと、日本国憲法施行されてるから。だからこれ林田さんどうなんですか。だけど言われるの。いや、彼は有名な慶応の方が、まあ、私日本とその時点でもやられてるのは、あのね、トマベチさんが言ってるんですよ。だからもう誰だ。いやいや、彼は言ってるんですよ。あの大日本帝国の契約なのか条約なのか。新しい、もう大日本帝国憲法は、大日本帝国政府は活動してなくて、占領下にあるので、新しい日本で、なんで、そこは新しい日本だろうとは間違いなくて、それは大日本帝国憲法の継承者なのか否かということで、まあ、先ほど言われたように、占領下になっている以上、継承下でありえないっていう考え方があれば、もう関係ない。だから占領下の憲法を改正なんてありえないわけでしょ。そっちの意味になる。そうだね、これ大事なこと、大丈夫、今は大事なこと、今日何なの来てるかっていうと、結局この憲法が現実問題からすると、かなり日本政治的に軍事が危ないんですよ。で、自衛隊の地位を納得させると、かなりやばいことになっているという事実はある中で、憲法改正の実は阻害要因という言い方でいいかどうかわからない、自衛隊の合憲化において、実は一番マイナスに動くとしたら、実は右なんですよ、今回は。だそれが結構問題でして、そこでそのどうやって栗原さんのような人たちに憲法改正の国民投票でもう2段階改憲やと、ね、2段階改憲で1段階目やいうことでなんとか、あの怒りを収めていただけませんかというのがあるわけ。私それが私の仕事、ね、日心さんお願いだから、ね、反対はしないでねと。大変なんですから本当に。それで最後なんで、あの来月ね、国学学は、はい、あの大嫌いな松田真央さんね。大嫌いで。でもね、TPP の話じゃない。私 TPP もやっぱり対中包囲網だと見てる立場だけど、まあそれはやめてくれる話だ。あの何を話してもらうかというと、松田さん、あの東大のね、工学部の教授たちが、あのサイバー空間がもう戦争になってるんだ。完全に戦争状態、戦争をやってると。ところが、それを言う、それで対策しなきゃならないって、東大工学部の教授たちが大騒ぎしてるのに、工学部の教授たちは憲法90守ればっかりなんですよ。そう。東大工学部の。それで、東大工学部の教授たちが、これ、何っていうので、松田さん、元財務官僚になってね、担ぎ出して、財団作ってね、理事長になってもらう。で、今その研究してるんですよ。で、この前、先月だったかな、7月の終わりから8月の1日まで、ラスベガス行ってました。世界最大のサイバー空間の、なんか、討論会があるんですよ。何万人も集まって。そこ行ったんで、その話をね、ちょっと聞いてみようと。だから憲法と絡むんでね、憲法シリーズです。はい、すいません、はい、ドイツ
地の高校を卒業してるので、さっきの、はい、占領下にあるっていう話で、ちょっと質問があるんですけど、はい、もし占領下、今のドイツが占領下とかだったら、ワイマール憲法が有意義な憲法になるんですか？違います。ドイツの学校ではそういうふうになるんです。ドイツの学校でどういうしてたかわかんないけど、ただ私、そういう慶応大学の国際法の先生とか、ベルナーさんとか、ベルナーさんはその後ドイツが来はなかったけど、軍政府の人たちとか、要するにですね、国体がなくなっちゃったんですよ。ヒットラーの政府がなくなったことで。ドイツという国の、だから、要するに人、国土はあるうちに人、住んでる人もいるんですよ、人間は。いるんだけど、例えばこう一軒家があって、全部人、もう所有者がいなくなっちゃうと、誰のもんかっていうの、誰のもんとも言えなくなっちゃう。そういう状況なんですよ。だから、ヒトラーの政府をね、これはもう、ダメだと。で、逮捕されてね、でこのヒトラー政府を我々が引き継ぎますっていう政府があればいいんですよ。なかったんですよ。だから国体がなくなっちゃった。サダム・フセインもそうなんですよ。そういう解釈でベンナーさんは言ってたっていうことですか。そのヒトラーを引き継ぐ政権がないから、ドイツっていう国は、まあ占領下にあるというのは、その話はすごい分かりやすいんですよ。それはドイツでも習うわけですよ。今でも占領下であるっていう。あ、そうなんだ。それは習いますよ。だって米軍の基地があるわけだから。ああ、そうですね。今は NATO 軍になったけど、でもそれは基地がある限りは占領下であるっていう解釈は持ってるわけです。普通はそう思うよ。だから日本が持たない方がおかしいんだ。あの、食事行きましょう。